始まりました。16回目の放送ですね。これは4月最初の放送ということで、そうですね。あ、ここでゲストがいるんで登場してもらいます。じゃあ夜間さんと大さんお願いします。早っ。お邪魔します。お邪魔します。随分早い呼び出しですね。なんかちょっとね、普通こう温めてからねやる、こうそれでは呼んでみましょうみたいな。だいぶ温めましたか。温まってますかね、皆さんね。おーっていう感じでございますけどね。いやー、またまた来ていただいちゃいましたけど。ありがとうございます。なんかいつも書き込みまでしてくれてるらしいじゃないですか。いつも、まあ、たまに。たまに。ってことは、たまにしか見られてないんですか。見てるのは割と見てます。あ、見てますか。見れないときはタイムシフトで。タイムシフトだ。先週ちょっと見れた。え？お？タイムシフトが、いや、切れてて。嘘、なんで？なんか1週間ぐらいで、ね、見れなくて。あ、早く見なあかんね。そうですね。油断して。いやー、あれ、ダイさん髪切ったんですか？わかります？うん。失恋したんですか？まあ、春なんでね。春なんで。やっぱり長いとラーメンとか食べにくいとかそういう。あ、もうそうですね。それもあって。もう、だいぶ時間がね、楽しくなります。あ、髪洗って乾かすまでの、もう夏とか、シャワーしても、もうドライヤーでまだ汗かくんで。あ、そうですよね。はい、もうこうやってもうこうなるんで、やっと解放されました。洗う時もこう、こう洗わなきゃ。いや、ここ洗ってないですよ。貞子みたいな感じに。古いですよ、それ。やんなくていいですか。大丈夫です。というわけで今日来てもらったんで、タイトルコールを。はい。やりますけど、いいですか？リハーサル通りお願いしますよ。お願いしますよ。さあ、行ってみましょう。始まりました。ニコニコ生放送。深夜。夜間？大あ、間違え、俺間違え。もう一回。ニコニコ生放送。深夜。間？大。か。とにかく、イェーイ。いやー。いやー。揃いませんでしたね、今ね。全く揃わない感じで始まりましたけど、12月の26日以来なんですね。みたいですね。結構なんか空いたんですね。空いてますけど、割とトークの中にはそうちょくちょく出てきたでしょ。見てますもんね。書き込みってどういう書き込みしてくれてたんですか。適当に書いて、なんか分かるやつは、我々に分かるような、なんか俺らしか分からへんようなやつとか。いや、あんまなかったです。なんか例えばなんか文字でもなんか、いや一応全部顔文字を入れる。あ、顔文字が流れてたのが。じゃあコメントの後に顔文字を絶対入れる。絶対つけてた。一応探してていいけどね、どれか分からへん。え、あ、電話でね、そういえばそっくりさんが出たことも。あ、そう、めっちゃ向こう見てたよ。そっくりさんなんてマジっすか。電話でなんかなんすか、普通のお悩み相談みたいな、なんかチケットの買い方がよくわからんとかね。ライブのライブのそのなんか会場には行くんだけど、見たことがないとか。そうそう、何しに行ってるんですか。わかんない、何しに行ってるんですかね。チケットは持ってないっていう。これ持ってなきゃね。俺そうライブ見れる。見てほしかったよ、ほんまに。そうだ、見てない。めっちゃおもろい。見てない。あ、それは見れない、もう見れないもんね。ちなみに、チケット買い方知ってる？知ってるよ。あ、知ってる？知ってる。そう。おかしいな、やっぱり。それでなんかね、ライブ見たこと、なんか、ダイさんが演奏してるのも、なんか、ちゃんと前から見たことない。見ない。ね、なんか失礼ですよね。うん。後ろ姿しか見ない。もっと前から見てほしいの。そういう人はどうですか。そういう人は何考えてるんですか。ね、誰考えてるんですかね。何考えてるんでしょうかね。そういうね、いろんなツッコミの皆さんからもありますけどね。今日はそんなツッコミ満載の、1時間になっていくと思いますけど、最近どうですか。なんかいろいろありましたか。最近ツアーがあっと始まりました。
やった、うん、そうそう忙しいですか。あのそのツアー前の練習とかも大変だったんですか、うん、合わせとか。そう、新曲がやっぱ多かったから結構いっぱいいっぱいでね、頭で考えること多かったし。どうしたか。もう大変でした。大変でしたね。大変でした。大変でした。最終日とかあの通しリハ、はいはいはい、あの本番と同じように通すのがあるんですけど、はい、まあ、1回目、うん、終わりまして、はい、ちょっと休憩しようかと、ええ、でその次は何をやるかはまだメンバーで話してなくて、深夜はもう一回やると思ったらしくて、その投資リハだって1時間半とか2時間ぐらいあるわけですね。ライブそのものやるんで、ええ、で、まあ、B パターンみたいな、ええ、もう一回やると思ってて、もう俺らはもう確実に今日はもうやらんと思ってて、もうやるつもりで考えたから、もう次やりそうだと俺死ぬわ。俺死ぬわ。エネルギー補給もしなきゃとかいろいろ考えてる。そうですね、もう塩分が足りないとか甘いものを取んなきゃとか限界が。あの顔がマジでやってよかったよ。あ、そうですか、うん、マジでちょっと白くなってんじゃん。顔が白くなって、うわ嫌だなみたいな。だって見せられへんしな。そうです、うん、ドラムは大変なんですよ。いやそれはだってもう、うん、ねえ、だって X ジャパンなんか毎回倒れちゃうじゃないですか。まあね、そうですよ、ドラムでね。で意識不明だとかいろいろ言ってるぐらい大変なわけですから。でも例えば病み上がりって時とかもあるじゃないですか。例えば前の日まで熱があって病み上がりでこう激しいことやるとやっぱスタミナとかないじゃないですか。熱出ないんですよ。あ、熱、あんまその闇がない。闇がない。闇がない。なるほど。なるほど。なるほど。もう変わらない。もうなんか。そうです。体温は走ってる。体温は普通に。あのトカゲみたいにこう外からじゃないと。熱を得られないとかそういうことは。今は上がってる体温。今ちょっと上がってる。暑い。暑い。あ、暑いやつ。うん。どう、え、花粉症もない。多分ないです。多分ない。目かゆいとかもないですね。うん、ないですね。へえ。感じてないだけかもしれないですけどね。でも風邪ひかないとかいいですね。うん。喉が痛いとかもない。うん、特にない。あ、特にない。年中健康ですけどね。え、健康法は何ですか。まあ、よく寝ること。あ、よく寝ること。8時間。8時間寝ることですね。え、なんかこう、そう、ドラム以外でこう心拍数が上がることとかは、普段は。まあ、まあ、階段を駆け上がるとか。道義切れですね、それ。求心が必要かもしれない。置いてきましたか。置いてきましたか。置いてきた。はい、なんかさっきちょっと聞いたら、あの、サバイバルゲームとか言っててハマってたとか。うんうん、まあまあ大昔です。今はやんないですか。今はちょっと、みんなでやりましょうよ。まあ機会があれば。なんか毎回機会があればですけど、一回もないんですけど機会が。2対1だったらどうですか。いやそれやんない。やんないですか。勝てないですか。勝てないです。今日ちょっとあの寺門ジモンさんに、そのちょっと僕あの番組でニコ動の別の番組で、ちょっとサバイバルゲームやったんですよ、うんうん、でそれを寺門ジモンさんに言って、ジモンさん、サバイバルゲームやんないんですかって言ったら、あ、もうやんない。前やってたけど、俺やるとさ、警察沙汰になっちゃうから。何ですか、それ。いや、ダメなんだ。もう警察相手ぐらいの、そのぐらいのレベルだから。もうダメ、やんない。え、本気になりすぎて。本気になる。もう、その喋り出したらもう本気になっちゃう。あの、肉を語る時のジモンさんになっちゃって、あの、俺は何でもやるからね。まずね、みんなと態度が違うでしょ。スタートかかったら俺はね、まず、穴も掘るね。穴を掘ってそれで相手陣地に出て撃つ。なんかもう楽しくないですね。楽しくない。だからもう最終的に1対100とかになっても俺は負けないっていう。なんかあれ撃たれたら当たりましたってこう申告しなきゃいけないんですよね。多分しないんですよあの人。多分そうですよね。だから1対100とかで恥ずすんなっても多分当たってないって言い張る。うん、なんか温度感がちゃいますね。ね、うん、そういう人とやってみるとどうですか。機会が後頭部につけて打っても多分当たってないってこう言い張るような人だと思いますけどね。あ、そうそう、それでね、この間サバイバルゲーム行ったんですよ。たらこの番組見てるっていう人がいて、で自分の銃にディラン・グレーのシールをこう貼ってるっていう人も。え、マジですか。うん、います。ちょっと今見てますかね。そういう人がいたんですよ本当に。
どうしますか。その人と戦わなくていいですか。多分機会があれば全然いつでも機会作りますよ作ったら戦いますか。いつでも。あ、いいですね。ぜひぜひ。そうですね、うん、深夜さんお願いしますよ。お願いします、うん、いつでも機会があれば。機会があれば10対1。10対1はあれです。我々3人対こうやりますか。人対相手5人とか10人とか。あ、別にいいんじゃないですか。いいですか。信頼してもらえれば。あ、後ろから撃たれて隠れてると分かんないですよね、敵か味方がね。敵を振って撃っちゃったりね、するんですよ。まあ、そんなこともいろいろありますけどね。というわけでね、早速じゃあ最初のコーナーからいきたいと思います。最初のコーナーはこれでございます。普通すぎるお便り。はい。視聴者の皆様からですね、普通すぎるお便りを、いただいてそれを紹介するコーナーです。どんな些細なことでも構いません。オチがなくても OK でございます。最初はこちらです。福岡県のですね、水木さんからですね。私は最近夜更かしをしすぎて朝の4時ぐらいにならないと眠れなくなってしまいました。今しているバイトとは別の仕事がもうすぐ始まってしまうので生活リズムを戻したいのですが、どうしたらいいでしょうか。お二人はどうですか。夜型人間ですか。そうですね。大さんなんか寝るの6時ぐらいじゃないですか、朝の。なんでそんな。なんかそんな感じが。いや、でも最近早いですね。早いですか。体が疲れると割と早いです。あのリハーサルとかやると、割とあのコテンって。いっちゃいます、はい。まあお酒飲んだりも。飲む。ちょっと飲んですぐも。もう寝ちゃう。なんか体が眠たくなってる。はい。そうじゃないときはやっぱり4時とか5時とかなんかやってるとね、朝方になりますね。なんかそうです、夜中の方がね、なんかその創作、そうですね、活動みたいな、だいたいまあ5時、6時ぐらい。はい。で、深夜さん何時ぐらい寝たんですか。もう俺も4時、5時とか。そっから8時間。そうです。いいと思うで、じゃあ起きるぐらい、まあ、見てないんですか。あ、見てないですか。まあ12時ぐらいを目安に。目安ね。なるほど、なるほど。これ戻したいんですって、生活を。どうしたらいいですかね。何の仕事してるかですね、これ。まあ、今度からちょっとちゃんと規則正しい生活が始まるんじゃないですか。どうしたらいいですか。え、どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。これはね、あの、ずっと起きてて、一日中起きてて、その寝たい時に、次の日の寝たい時間に寝る。あ、一回寝ないっていう。そう。我慢するってこと。そうです、なるほど。海外旅行行くってどうですか。ちょうどいい時差ぐらいのとこ行って、なんか戻ってくるとまた時差ボケで眠くなるみたいな。いや、でも、もっとおかしい。おかしい。もっとおかしくない。なんか変な時間。で、ずれてるところに行って、そこで夜更かしすればこう、うまくこう、ずれてくる。現地では大丈夫。現地は大丈夫。時差ボケはありますか。超あります。超。どっち、向こう行ってからこっち帰ってきてから。どっちもある。どっちも。あ、どっちもある。それでもありますね。そういう時も8時間向こう行くと10時間ぐらい寝ちゃう。あ、10時間毎日。ああ。で、結構旅行行っても寝てることの方が多いんですね。半日寝てるってまあそうですね。うん。そうっすね。寝すぎでしょ、ちょっと。よく寝ます。はい。まあ、じゃあ海外に行ってくださいってことですね。でもね、健康ですから、寝てることで。さあ、続きましてですね、福岡県のパフパフさんからです。質問です。子供時代の懐かしいおもちゃといえば何ですか。子供時代遊んだおもちゃ。おもちゃ。皆さんは何ですか。僕はもう怪獣ですよ。怪獣のおもちゃで遊ぶ。ソフビとか、あと超合金ですよ。ああ、超合金ね。超合金は思いありますね。超合金何ですか、キャラクターは。いや、もうなんか覚えてないですけど、ちょうど流行ってたのが多分いっぱいあったでしょ、超合金って。はい、で、親戚の家とか行くと、はい、なんか同じのをやっぱ被ってもらってたことがありますね。はい、あ、これ持ってんのにまたもらったみたいな。コンバトラー V とかそのぐらいじゃないですか。違いますか。覚えてますか。な、子供何遊んでたんですか。も超合金とか。あ、超合金。どういうやつですか。ゴールドライタンとか。今ね、ゴールドライタンって聞こうと思ったら、出てきた。心読めるようになりました。あ集めてた。集めてはないけど、まあ、3人ぐらい持ってます。3人ぐらい。あれ、レゴとかそういうのはどうなんですか。レゴ全然通ってなかったです。あの、例えばラジコンカーとか、ラジコンね。ミニ四駆とか超やりました。ミニ四駆流行ったな。ね、
ニューヨークじゃ改造とかした。もうもうバリバリもうチューンして、もう原型が分かんないぐらいチューンして。四天王とかいなかったっけ？あれいたっけ？あれいなかったっけ？え、なんかヨーヨーじゃなくてさ、なんかおらへんかったっけ、ミニ四駆の人。あ、俺の地元だけか。俺の地元のやつかな。あの近所子供の四天王がいるから。全国じゃなかったよ。その四天王はすごい強いさ。なんかスーパーのないとこのなんかプラモデル屋とかのないの走らせて、なんかすげえオタクのやつがいて。あ、それでしたわ。ベイブレードはもう持った後ですよね。ベイブレードなんですか？なんかベイゴマのやつこうやってなんか機械でこうやって、うん、それってだいぶ後ですか？ うん、あれコーラの景品とかどうですか？例えばバンバンボールとかヨーヨーとかなんかいろいろコーラの瓶でこう蓋のなんですか、蓋の裏を開けると点数とかそういうのがあって、うん、ヨーヨーがもらえるとか。あってましたね。うん、シャムジみたいなのでゴムついてボールついてバン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 ってやる、そういうのとかやったことないですか？うちはなかった。うちはなかった。うちはなかった。コーラって結構コーラはありますか？コーラありますか？コーラってねすごいんですよ。あの、うん、ゾマホンっていうのがね、うん、いるんですけど、ベナンってとこ出身なんですよね、うん、でベナンっていうのは本当にもう何にもなくて井戸掘るのも大変だとか、まあ、そういうようなとこですよ、ね、小学校がないとか、うんうん、でもう本当にこう何ですか、あとジャングルしかないとか砂漠しかないとか、はい、そんな中で飲み物も何もないわけですよ。ただコーラだけはあるんですって。へえ。だからすごいコカ・コーラのセールスマンっていうのはそんなところまで行ってるっていう、うん、すごいっすねコーラのパワー、うん、だって普通の水がないとこですよ。でもコーラはある。コーラはあるっていうね、すごいな。すごい、水より上なんや。水より。じゃあちょっと次行きましょうかね、台湾からですかね、これは、卵の君さんですね、はい、好きな男性がいますが9年くらいずっと片思いなんで告白したいけどあんまり勇気がなくて経験も少ないのでちょっと怖いと思います、男性は直接女性から告白されたら、いいですか、なんか必ず告白したら成功が当たる方法がありませんか。台湾の方なんですね。告白したいんですって。告白タイム、うん、告白されたことってどうですか、学生時代とか。告白ありますけどね、うん、それと どうするんですか。いやなんかやっぱ好きな子じゃないから、うん、あかんかった。あかんで、ね、あかんでとか。断り方ってどういうこと。いやなんかあのすごく遠回しな言い方でしたね。お前は妹だと思ってたみたいな。妹のように。なんかそんな嫌な やつでした俺。え、どうありますか、こう告白あったんじゃないですかね。モテモテじゃないですか。モテすごいですね。教えてくださいよ。いや、どんな学生時代だったんですか。全然昔のことあんま覚えてない。覚えてないですか。めっちゃ覚えてるでしょ。え、何人にもこう同じ時期にこうなんか告白されたとかそういうのも、覚えてない。ほんま？いや、中学だけ、ここだけ。いやいや、全然。中高だったらどっちが持ってる？いや、考えてるよ、めっちゃ考えてるよ。小中高です。幼稚園ぐらいじゃないですか。ほんまは？ほんまは？ほんまは？幼稚園ぐらい。誰も聞いてないから。みんな聞いてる。みんな聞いてる。そう、持ってた。いいですね。高さはないですか？ないですね、小学校の時に。ぐらいがピークじゃないですか。ピーク。告白しました。したことあります。告白はありますよ、うん。されたことはないですね。どうでした、して。なんかね、一回だけね、手紙もらったんですよ。うんうん、で、あ、これラブレターだと思ったら、私はちょっといろいろ今カウンセリング受けてんだけど、あなたも多分大丈夫だと思うから頑張ってねっていう。応援のなんかすごい病んでる。もうちょっと頭がどうかしてる人間だと思われてたみたいで、あの大丈夫よと。なんかスムーズじゃない感じですね。うん、あの学校のみんなは見捨てないからみたいな、そんな。なんか方向がちょっとずれてますね。ずれてるんですよね。そういうのありましたですね。はい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 。じゃあ続いていきましょうかね。はいはい、名前なしさんですね、5日の東京ドームシティホールのライブ参戦しました。お隣の東京ドームでは
巨人対中日の試合があり、野球観戦のおじさんがこちらの物販列を見て、これ当日券の列だろうと言ってました。そして東京ドーム25周年ということで、ドーム入り口に巨大な原監督像が、展示してありました。大君見ました？ちなみに展示は7日まででしたということで、見てください。でかいですね。これでかいですね。でけえ。これみんな忘れた。見ました？いや、見てない。見てないですか？行かない、いつか行ったから。ああ、これ、あのこれ子供こんなの等身大ですって。原さんの。だからベンチ入るのこんなじゃないですかね。もうこう、もうベンチこんなやん。ほんでこうやからね。これとほんでこうやからね。うん、だから最近まだ背伸びたから。だから審判が監督のクレームが怖いって。そうそうそう。怖って出てきて。2メーター何もしたっけ ?2 メーター何もしたっけ、この子からしたら、こちょっとでかいんじゃないですか。等身大ですからね。ジャンボマックスよりでかいですよ、ね。会、うん、ったことある原監督。いや、なぁ。めっちゃでかいもんね。でかいですよ。あけぼのさんよりでかいんですよ。うんうん、あけぼのさんって知ってます？知ってますよ。知ってます？何ですか？何ですか？かまぼこじゃないですか。力士の。あ、力士。あ、力士。僕はだからお隣にいたんですよ。よかったですね、来なくて。ねえ、これ一番前で見られたな。後ろの人見えないですよ。大変ですよ、これ。よかった、よかった。よかった、よかった。ね、はい、次行きましょう。はい。大阪府のですね、いくぼさんからです。最近、もずくにハマってます。酢もずくが一般的な食べ方ですが、私はラーメンに入れて、さらにオーホットという、生の唐辛子をすりつぶしたものを入れて食べます。とてもデリシャス。お二人もぜひ、愛犬メヒコの写真を送りますって、全く関係ない。犬の写真でも可愛い。全然関係ないです。めっちゃ寝てるし、めっちゃ可愛いけど。柴犬ですかね。うん、めっちゃ可愛い。もずくどうですか？もずく好きですか？もずく好きですけど、うん、あんま、なんか、買わなきゃダメでしょ、やっぱ。もちろん。パクるわけいかないですから。うん。だからね、なんか、いまいち買わなくなって。でも、納豆は？納豆食べれる。もずくは？あれ？納豆でも、紹介したの俺ですよ、納豆。納豆。あ、初めて。知らなかった。存在は知ってて。あ、存在は知ってて、食べたことがない。そう。その時、こんなにしましたもんね。え？こう、風で。切れへん、切れへんって。パニックになりました。巻くことを知らなかったもんね。そうです。あ、納豆を食べ方知らなくて、そのまま揚げたら伸びるから、うわ、これ、伸びるなぁ、言うて。巻かなあかんよ、言うて。いや、そうなんや、って。お醤油とかそういうのは？は、ついてる。やつを入れて。そっからめっちゃハマってたもんね。もう大好きです。もずくもじゃあなんか結構こう。もずくはまあ食べない。好きではなくないですけど。体にいいよ。あれは食べる。ちょっとね、排水口の髪の毛みたいな感じの。絶対ダメじゃないですか。もずくって。そういうとね、みんな気持ち悪くて食べたがんないですよね。排水口の髪の毛ダメなって言うと。というか、こういうね、写真もたまにはこう、かわいい。犬はどうですか？犬は苦手とか。犬大好き。犬大好きです。飼われたりとかは。飼ってます。今もですか？はい。お、何犬聞いちゃってもいいですか？あ、違う。あ、違う。お散歩も行ってます、ね、どこに？外に。お散歩何分くらい歩きます？まあ、適当に、程よく。程よく。チワワ？チワワ。名前は？え？名前は？もう大丈夫。何で大丈夫？メスですか？メスです。メスはね、家で飼ってもなんか足上げておしっこしないからね。そうそう、結構そういう意味ではトイレの世話は大丈夫ですよね。猫はどうですか？猫は好き。まあまあ好き。好き。割とほら、ウィキペディアに書いてあったんですけど、家を勝手に改造したとかいろいろ書いてあったんですよ。書いてあったんですよ。ね、なんかベランダを改造して怒られて、それをなんか直してね、取り外したとかって。犬は飼っちゃいけないのに飼ってるとか、そういうことは？いや、特に何も言われてない。大丈夫、一応確認しといた方が。触れちゃいけなかったかな、これ。多分大丈夫。大丈夫ですか？というわけでね、可愛いよっていろいろ言われてますよ。チワワがね。
違うな猫派ですっていう、えにこ派ですっていうのですかケチさんっていうのは誰もわかんないですけどね、というわけでね、いろんな お便りいただきましたけどね、こういったあの意味のない、まあ、でも可愛い写真、うん、でまたこういうね巨人像の写真、こういうなんかちょっと変わったものもお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。というわけで以上、普通すぎるお便りのコーナーでした。番組はまだまだ続きますね。もう皆さんジンダジンダ書いてますけどね、うん、あのエイプリルフールの日にですね、僕のツイッターの方にあのジンダがスポンサーにつきましたよっていう書き込みがあって、思わず信じちゃったクソエイプリルフールじゃんっていうのがありましたけどさあ、続いてはですね、今回は特別企画です。クイズ深夜発見ね、ということでございましてね、まだまだ謎のベールに包まれている深夜さんでございますね。でどんなジャンルの知識が強いのか、この辺我々まだ分かりません。意外なことを知っててね、うんうん、意外なことを知らなかったりしますので、ね、うんうん、まあ、そういった新たな深夜さんをですね、発見してみようじゃないかという、そういったコーナーでございますね。今からですね、深夜さんにはクイズに答えていただきます。で問題のジャンルとしてはね、難易度、まあ、あのちょっと見てもらうと分かりますけどね、こう一般常識、スポーツ、芸能、B 級ニュース、ディランプレー、これのですね、10点から30点、50点という、こういうふうに、問題がありましてね、これに答えてもらって、なんとですね、100点を超えたら、景品、商品がもらえる。いいなぁ。で、200点を超えたら商品が2個もらえる。おで、300点を超えると3つもらえるという。おそれでですね、だから罰ゲームがあります。はい、90点以下だと、番組の前説をやってもらうという前説ですから、今度はあの今日みたいにあのゲストどうぞっても出ませんからね5分間なら5分間きっちり喋ってもらうっていう、そういうルールになってます。大丈夫ですか？全然大丈夫です。ただね、一応ね、この問題はですね、いろいろちょっとパッと見てもらうと分かるんですけどね、この、点がついてるものもあります。点がついてるのはですね、第3のヒントを出してくれるという、はい、そういうお得な問題になってます。あとオーディエンス、これが、2回だけありますね。で今ですね、この皆さんの書き込みっていうのはですね、僕らは見えてるんですけど、深夜さんは見えてません、
なので、このオーディエンスを使いたいっていう時だけこう皆さんの書き込みが新谷さんに見えるというね、ただあの制限時間ありますしタイムラグがありますから皆さんが書いてるやつは見えないかもしれない、でまたあの皆さんもねこの前説が見たいっていう人もいるかもしれませんから本当教えてくれるかどうも分かんないですけどそれはまあちょっとかけてみるっていうやり方で、意気込みとかどうでしょう。300点を目指して。おパーフェクト。パーフェクトです。もらえるもんはね、もう病気以外何でも嬉しい。本当にね、まあどういうねジャンルで取るかっていうのはね、結構これ見てこの辺はあの新谷さん強いぞというのは第三的に。まあバンドは割と強いと思うんですけどね。うん、まああと。まあスポーツはダメでしょ。全然ダメ。全然ダメ。でもまあねあの10点は簡単ですから。すっげえ常識やから。もう。うん、まああの簡単な読み書きできる人間ならわかるぐらいな。プレッシャーが。もう本当に小学1、2年生いかない子でも答えられるぐらいなそんな問題になってますので、まあ最初はね10点からいってもらってということでございますけど。さあ、ではじゃあどれの問題からいきましょうか。スポーツの10で。おお、いきなり挑戦してきましたね。チャレンジスポーツの10でございますか。それでは、スポーツの10問題いきます。4年に一度開催されるスポーツの祭典オリンピック、去年はどこで開催されたでしょうか。めっちゃ難しいです。うそ。まずあの去年オリンピックがあったのは去年の12月僕が教えたんですよね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。完全なこち亀の日暮らしですね。あのなんたらオリンピックって言ってたね。去年もう世間は、いやもうなんたらオリンピック、去年ですよね。まあ国と地域ですからねオリンピックは、うん、次はその3年後ってことですよね。うん、多分大丈夫。3年後かけじゃないですよ。うん、知ってます。はい、去年よ。去年。いや、いろいろ書いてくれると思いますけどね。はい、いいですか。はい、じゃあ、答えはどうぞ。ん？ロソーどうぞ。うんって。あ、うんってね、ロンドン。ロンドン。ロンドン。本当ロンドンでいいですか。次がロンドンか前がロンドンかどっちか。どっち、あ、それは大事だ。どっちだ。いやだから俺次が分かんないんで多分前がロンドン。本当に。ファイナルアンサーです。ファイナルアンサー。これしか書けない。分かりました。で正解は、ロンドンでございます。はい。正解。うまっ。選択の仕方がなんか二択になってるっていうね。二択っていうか次か前かっていう。前か。一個も競技見なかったですか。え、競技、うん、1個も見てないです。全くだってオリンピックあるって情報がまず遮断されてたわけですよね。ただ多分知らなかったですね。ただ単に分かんないですけどあんま興味なかった。あの刑務所にいたとかそういうことじゃないですか、ね、と日本に刑務所に入ってたの多分ねオリンピックの分かると思うんですけど、いや結構大丈夫、これ大丈夫か。10点で一番初めやけど結構思ったよりレベルが高い。そうか。今10点獲得ですね。じゃあ続いて B 級ニュースいきましょう。お B 級ニュースいきますか。 B 級ニュースですね、これでございます。あ、これでございますね。 B 級ニュースさあ行きましょう。あ、 B 級ニュースはこれはなんとですね、点がついてますね。まず問題からいきましょうか。問題はこういう問題です。朝日新聞の子ども向け新聞、朝日小学生新聞が、昨日ですね、画期的な読書感想文コンクールを発表して話題になりました。さてどんな読書感想文だったでしょうか。さあ、じゃあヒントを見てみましょうか。ヒントをじゃあ見てみましょう。読書感想文、お、もう、お、わかる、確信、あ、確信、確信、
さあ、答えは、はい、ジャンプ、ジャンプ、あの、こういうあの漫画の週刊少年、あ、少年ジャンプ、ファイナルアンサー、ファイナル正解です。おえ、なんで分かりました？ニュースで、あ、見たんですか、はい、あ、え、見てたんですね。見てました。ヤフーニュースとかそういうやつですか。なんかのニュースでたまたま聞いちゃったんですね。じゃあもっとロンドンはスムーズに出たはずですね。ロンドンの方が もっとこうなんか、なんでしょう、ロンドンという字は入ってこないんですかね。意外とこれ難しいと思ったんですけどね。難なく20点獲得ですよ。さあ、じゃあ次行きましょうか。ディル・アングレイ行ってみましょうか。お、いきますか。ディル・アングレイ、ディル・アングレイの問題でございます。じゃじゃん。さあ、現在8枚のオリジナルアルバムをリリースしているディル・アングレイですが、5枚目のアルバムタイトルは何？スペルが、あ、いいですよ、カタカナでもいいですよ。あの、読めれば。はい、はい、はい、じゃあ、なんでしょう。ウィザリング2です。おお、本当ですか。本当です。はい、正解でございます。ディロン・グレイは詳しいんですか。まあ、一応ディル・アングレイです。まあ、もちろんね。お、これは、え、でもほら、やっぱりこう、なんかミニアルバムとかいろいろあるんですよ、ね、うん、だからこう、分かんなくなったりとか、うん、あれかなとか、でもすぐ順番とか、パパパッと。あ、パパパッと。これミニアルバムとか入れたら、今度分かんなくなるんですよ。でもちょっと考えれば。ちょっと考えれば、あ、分かる。さすがでございますね。さあ、じゃあ続いてどうしましょうか、うん、で一般常識、一般常識、さあ一般常識があるかないか、ね、あるかないかでございますけどね。一般常識あってほしい、ね、さあ一般常識の10でございます。はい、問題、現在日本の内閣総理大臣は誰でしょうか。あ、お、何違うか。高瀬、高瀬。何でしょう。嫌なんだよ。あの、ボケでもいいからね。はい、ちゃった。いや、あの、答え当ててもボケでいいから。ちょっと難しい。いいよ。さあ、現在日本の前。はい。はい。安部。安部さん。安部さん。安部さん。安倍なんですか。え、安倍。晋三じゃないですか。あ、お、安倍晋三。いいですか、それで。いいです。正解でございます。あ、よーすげー、なんと全問正解じゃないですか。思ったより簡単でした。ほんま。たけしさんの番組でその芸人が出てこう問題出されてボケるっていうのがあったんですよ。それで全問正解した林家三平みたいな感じでいい気もしないスタッフもみんな困ってしまったっていうのがあったんですけど。さあ、今のところいい感じですよ。40点取りましたからね。じゃ続いては芸能です、ね、あ、芸能、芸能強いんじゃないですか。人によるんですけど、人によるか。じゃあちょっと芸能の10でございますね。はい、芸能の10でございます。去年グラビアから大ブレイク、映画私の奴隷になりなさいで大胆なヌードも披露したセクシータレントといえば誰でしょうか。感じか。カタカナです。カタカナ、ひらがなではない人ですね。ん、例えば鍋やかんとか全治郎ではない、ひらがな系ではないということですね。自信あり、自信ありき、多分じゃあ、私の奴隷になりなさいで大胆なヌードも披露したセクシータレントは誰でしょうか。はい、ちょっと待って、やっぱオーディエンスですか。オーディエンスか。早いな。早っ。じゃあちょっとオーディエンスを、はい、違うかもしれない、うん、オーディエンスですよ。さあ皆さん、皆さん書いてくれてますね。あ、やっぱ千田光男とか書いてますよ。
はい、全次郎、全次郎さん、ローラン。さあ、はい、さあ、答えは何でしょうか、見せてください。断蜜。断蜜。さあ、答えはこの方でございます。はい、断蜜さん、断蜜さん正解でございます。ね、エロいですね。エロいですね。やらしい、やらしいですね。やらしい。ダンミさんはどうですか、好きですか。普通ですね。タイプ普通、普通に奴隷になる。ならない。ならない。奴隷にしたい。え、特には特には、特には、特にはということでございます。全員は全部これだけでいくからね。あ、そうですか。難しいな。とりあえずこれをあげましょう。はい、いプレゼントで。プレゼントで。今のところ全問正解すごいですね。ここまでどうですか、難しかったですか。多少難しい。あの、今オーディエンス使いましたけど、これ断蜜さんはやっぱりなんかちょっと違うのかなっていう、なんか一瞬誰と迷った。いや、断蜜と迷った。断蜜と誰。いや、断蜜、断蜜分かってんだけど、ちょっともしかしたら断蜜じゃないかもしれないと。違う、なんか俺の知らない何かがグラビア系がいるのかと。大丈夫大丈夫、あの、好きなんで合ってるから。さあ、今のところすごいな、全問正解だな。続いていきましょうか。続いてはじゃあディル・アングレイでいきます。無難なところから攻めましたね。外したくないんだぞっていうところが。さあ、30点、ディル・アングレイの30点問題でございます。はい、ディル・アングレイのファーストアルバム「ガーゼ」の発売日に行われたライブ会場はどこ。え、むず。発売日に、これ難しい。はい、ディラン・グレイのファーストアルバム「ガーゼ」の発売日に行われたライブ会場はどこ。発売日はいつでしょう。発売日は7月20日じゃないですか。28や、28や。で、で何年ですか。99年。あ、92年。7の月、あの、初めの方やね、ヒントは。ちっちゃから始まった気がするんですけどね。お、はい、じゃあ、はい、行きましょう。チッタ、チッタ、チッタ。どこまで来たんですか。川崎の方に。川崎でいいんですか。はじめの方なら。本当ですか。正解はクラブチッタ川崎。お、お、お、あ、ちょっとヒント、ちょっとヒントあげちゃいましたね、今ね。大きなヒントあげちゃいました。結構むずいな。むずい、難しかったです。むずい。え、どこと。ちょっとこう、いや、ちったしか思いつかなかった。あ、思いつかなかった。結構じゃあもう、こう直感で思いついたものが全部当たっていくっていう。そうですね。ねえ、すごい直感力もお持ちですけど。さあ、じゃあ続いていきましょうか。はい、続いては一般常識。一般常識、一般常識30度ですね。一般常識30度でございます。はい、え、先日元プロ野球選手の長嶋茂雄さん、松井秀喜さんに贈られたことが発表された名誉ある賞とは何でしょう。これスポーツじゃないですか。あ、ごめんなさい。あ、いや、一般常識。一般常識です。はい。はい。じゃあ、もういいよ。グラミー。グラミー賞。あ、歌ってますもんね。グラミー賞。本当にグラミー賞でいいですか。思いつかない。思いつかないですか。他に何か賞っていうと。そう、なんかあるかな。グラミー賞。グラミー賞。賞を知らないですね。ああ、賞。賞といえばグラミー賞。そうっす。ああ、じゃあもう答えは一つですね。うん、正解は国民栄誉賞。あ、そっちか。そっちですか。もうリーチですよ。何。100点でリーチ、今80点ですから。お、今80点でリーチだったんですけどね。これスポーツ、スポーツじゃないですか。ちょっと、あの、もう引退されてる方ですね。あと国民栄誉賞ですか。国民のあれですから、うんうん、ええ、もうスポーツより飛び越えてるから。そうです、うん、まあ、グラミーと言ったようなもんですけどね。もう明らかにもう鍋常さんが松井を監督にするためのこうなんかね、あれをするっていうね、与えたみたいな、そんなところもありますけど、
なかなかこれちょっと難しかったです。難しいですね。文部省とかいろいろ省がありますよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。あ、それは知ってます。警視庁。あ、それは庁ですね。はい。じゃあ、さあ、時間がですね、結構経ったんでね、もういいです。もう好きなの。何でもいいですよ。じゃあ、B 級ニュースの50点。おい、B 級ニュースの50点。意外となんかインターネットとか見てるから、その辺当てそうですけど、でもオリンピックは知らないですね。大丈夫ですか ?50 点。いきますよ。50点ですよ。じゃあ、B 級ニュース50点でございます。アメリカ・ケンタッキー州のパーティー会場で、周りに迷惑をかけた18歳の男性に裁判所が驚きの判決を下しました。さてその男性はどんな迷惑行為をしたのでしょうか。アメリカケンタッキー州パーティー会場で周りに迷惑をかけた18歳の男性に地方裁判所が驚きの判決を下しました。さてその男性はどんな迷惑行為をしたのでしょうか。これはオーディエンスオーディエンス、最後のオーディエンスですよ。まあ、迷惑行為ですからね。どれかな。知らん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 。うん。迷惑行為のもの。音楽によって免停。知らん。知らん。もう出てるで。はい。はい。ここの中にどれか正解があったから。書いてありますか。はい、じゃあ、答えは何でしょう。ビンゴ。ビンゴ。ビンゴをどうしたんですか。わかんないです。ビンゴをビンゴをしたんじゃないですか。したビンゴした。問題何でしょう。ケンタッキー州で、周りに迷惑をかけた。ビンゴじゃ大丈夫ですね。ビンゴして、ビンゴして景品をあげなかった。景品をあげなかった。ファイナルアンサー、はい、ファイナルアンサー、正解は、ビンゴ大会で、あビンゴ大会で、はい、ビンゴ大会で、ええ、ビンゴじゃないのにビンゴって言った。おお正解お正解わあ、よくわかった。すごい。なんでなんかピンって開く。ピンした。僕の心が読めるようになってきたんですよ。意思の疎通が。お、すごい。できるようになってきましたね。会場からは怒りの声が出てですね。たまたま居合わせた非番の警官になぜ嘘つくんだって問い詰められ、男性が謝罪を拒否すると警官は彼を拘束したっていう。厳しいっすね。厳しいですねこれね。ねえ、なんかちょっとこう冗談で言ったりもできないっていう。うん、みんな物がもらえることでも目が血走ってたんじゃないこれね。さあ今のところ130点。さあすげえ。それでもう時間がですね、あと1個、あと1個、これでうまく200点を超えたらですね、店員が2個もらえるんですけど、はい、さあ、 いいですよ。じゃあこうしましょうか。次選んで、選んだらその点数を倍にしてあげる、はい、で、うん、その代わり外れたら点数を引くっていう。チャレンジクイズ。チャレンジクイズ、ね、いいですよ。いいですか。はい、じゃあ何番にしましょうか。一般常識の一般常識の50。下段くらいいかへんねん。いかないですね。ちょっとあんた難しかった。下段くらいいかないんだ。さあ行きましょう。一般常識の50でございます。現在政府が推進しているデフレと円安からの脱却を目標とした経済政策といえば何でしょうか。これ50の問題ですか。問題言ってもらって。現在政府が推進しているデフレと円安からの脱却を目標とした経済政策といえば何でしょうか。不景気から脱出しようというね。クラミショ、クラミショ、クラミショ。オーディエンス使いません。え、しまった。さあ正解なら230点、間違ったら80点だよ。もう思いつかないですね。でもなんか書かないと。
これは難しいな、ね、はい、おお、さあじゃあ新谷さんの答えは経済政策犬これはどんな政策ちょっと深い深い、ね、これはどんな政策なんでしょうか犬は、まあ、犬みんなで飼えば回復するからあみんなで犬飼ってそれであのペットシート買ったりとかドッグフード買えばこうお金が回ってっていうそれで、デフレと円安から脱却と総理大臣になってもらいましょうかね何日でクーデターが起きるんですか本当それでいいんですね犬でしょうがないです犬ですね犬の点を取るとどうなんですか大あ大そうやな正解はそうやなアベノミクスでございますアベノミクス聞いたことはあんまないです、ね、あんまりないニュースとかってあんまりご覧には政治があんま好きじゃないです好きじゃない好きじゃないもう今ニュースつけるともうアベノミクスしか言わないですよあそうですかちなみに、ええ、あはいちょっと開けてみないですかこの50点あ50点50点ちなみに50点どんな問題だったか、はい、ギブアングレーの50点ちなみにどんな問題こっち 見ないで一応仮に、うん2006年3月にアメリカでヘッドラインを2公演かっこ両方ともソールドアウトを行いましたが両方の会場名をお答えくださいどこどこの会場のどこどこの会場のどこニューヨークとロサンゼルスです2006年会場名7年前ですねちょっとわかんないですねプリッツプリッツプリッツヒントは、うん、どうからクラブ今ヒントですね、はい、で A がつく A ああ全然はあほらもう見えずよオーディエンス見えますよチッタクラブあチッタあチッタ嘘ニューヨークがクラブアバロン聞いたことない聞いたことないうん、ちょっとしかないもんな。で、多分チケットの買い方分かんなくて入れないもんね。で、ロサンゼルスは何回かやってて。あれ、うん、ザあのウィルターン。お正解。おあよかったですね、これ。ディル・アグレーの50点選ばなくてね。むずいやろ難しいですね。超むずいです。はい、さあというわけでですね、点数発表でございます。なんと、途中までは良かったんですが、間違えてしまったので、80点80点になりましたということは次回ですかえ、マジで前説5分間、まあ、本当に5分間出ないですよ、僕ら大丈夫次回、まあ、なんか機会がある機会があるわ次出るときは本当5分間じゃ前、まあ、次出るときはあの、ラジオと同じで8秒間あの無言だったらこう放送事故になっちゃうんで、はい、いいですか頑張ります頑張りますかこんな感じでやるんですかあ、始まりましたって明るくカメラ目線でもうできるだけ頑張ります機会があれば機会があれば機械作るぜ、機械、機械作りましょう、ちょっと練習いやちょっとだけまだ、まだ家で練習鏡見ながらその練習風景をアップするっていうのもね面白いかもしれないけどね、うんまあ、というわけでね、いろんなクイズやってまいりました。以上、クイズ深夜発見でした。
というわけでね、そろそろエンディングでございますけどね、今日もあっという間の時間でしたね。いかがでしたか今日は。え、シニアさんの特集ですよ。ちょっと問題が思ったよりも難しすぎてびっくりでした。意外とこう政治の問題が弱いっていうのが、うん、政治スポーツは興味ない、うん、政治スポーツ興味ない。そうか、ロンドンとグラミーぐらいしかない。グラミー賞、クラブチッター確か会場名が、ね、なるほどね。で今度なんか深夜さんの考えるね、なんかこう政治、もし自分が選挙に立候補するんだったらとか、そんなね政策とかマニフェストを今度考えてもらうとかね。犬になれとか、犬になれとか、犬飼えとか、いいんじゃないですかね。はい、犬よかったな、うん、他なんか例えばじゃあやってみたい企画とかあります今後。あ、あれがやりたいです、あの早押しクイズ的な、ディル・アングレーの早押しクイズ。え、それじゃあ、じゃあ視聴者の皆さんどうでもいいですか。あ、どうでも、どうでも。